こんにちは。今回は実際に買える上田の本5冊ということで、実際に購入して読める上田教授の書籍を紹介していきます。実は作品内で登場した上田の本は一部実際に購入できます。そこで今回は実際に購入できるものをまとめてご紹介したいと思います。それでは見ていきましょう。まず一つ目に紹介するのはドンと濃い超常現象。皆さんご存知ドンと濃い超常現象です。この本は実際に購入でき、一般書籍用としてドンと濃い超常現象にドンと濃い超常現象2の内容を加筆したものとして販売されていました。書籍の内容については上田の過去の話や今まで戦ってきた霊能力者などの話を上田なりにまとめてあります。その内容は興味深いものが多く、見ていて楽しめる書籍です。2つ目に紹介するのはドンと濃い超常現象。リップ用、違いはなさそうに見えますが一部内容が変わっており、リップ用でしか見られない記事が入っています。また書籍自体も少し豪華な作りになっており、上田の写真も違うものが使われています。そしてこの書籍には上田のサインまで入っている、まさにリップ用にふさわしい書籍です。ちなみにリップ用でしか見られない記事以外は全て1つ目に紹介したドンと濃い超常現象と同じ内容です。3つ目に紹介するのはドンと濃い超常現象2010。今までとは違い、黄色い表紙の書籍。この書籍も一部内容が変わっており、1つ目に紹介したドンと濃い超常現象に2010しか見られない記事が入っています。他はほぼドンと濃い超常現象と同じ内容です。4つ目に紹介するのはなぜベストを尽くさないのか。有名ななぜベストを尽くさないのかです。この書籍は実際に購入することができ、上田が今までどれだけのベストを尽くしてきたかなどを上田なりにまとめています。この書籍の中には特別付録として上田次郎年表というものがあります。これを見れば上田の過去のことが詳しくわかります。どんな困難もこの書籍を見れば自然とベストを尽くし、立ちどころに吹き飛ばしてしまうでしょう。5つ目に紹介するのは上田次郎の人生の勝利者たち。この書籍はいつか人生の勝利者となる人たちへ上田が分かりやすく上田なりにまとめています。インチキ霊能力者などに戦い全て勝利してきた上田がどのようにして人生の勝利者となったのかが詳しく書かれています。いかがでしたでしょうか。今回は実際に購入できる上田の本を5冊簡単に紹介していきましたが、実は直子も本を出しています。作中内では出てきませんが、超天才マジシャン山田直子の全部まるっとお見通しだと、超天才マジシャン山田直子の全部すべてまるっとスリットゴリッとエブリシングお見通しだがあります。どちらもファンであれば読んでみて損はないと思います。今回紹介した5冊すべて自分は持っていますが、自分はトリックを見ていれば読んでいて楽しめる作品だと思います。それではまたお会いしましょう。